どうも、始まりました。もちさんチャンネルです。さてさて、東大卒予約の取れない家庭教師が体感した中高一貫校が超有利な理由ということですね。はい。有名な家庭教師の方なんでしょうかね。コロナ禍でも過去最高の受験率となった2022年度の首都圏中学入試、首都圏に限らず、今や小学校のいる多くの家庭、小学生のいる多くの家庭では中学受験、中高一貫校の話題と無縁ではいられなくなっている。まあそうですね。まあ2月の勝者のリンクが貼ってあるんだけど、そうですね。この中学受験。するよね、今の人たちは。まあ公立なんかもうさ、あれに荒れてるしさ、多くのところはね。まあ地方だと違うかもしれないですけど、東京とかはめちゃくちゃ荒れちゃっててね、勉強のするような空間じゃないとかってなったりするんで、まあ絶対私立に入れたいとかっていう人は多いよね。東京大学を卒業後、大手塾で人気講師となった後に、プロ家庭教師としても予約殺到、SNS でも塾子として人気の長谷川智也氏かな？あ、長谷川智成さんでした。が、上司氏。難しい感じだな。大反響の中学受験、自走モードにするために親ができること、講談社。これに続く新刊、自考モードにする中高6年間の過ごし方では、中学受験その先の有効な過ごし方など、すべての小学生、中高生家庭が知っておいてほしい内容を凝縮して紹介していると。今回は本書より数回に分け、一部抜粋という。はい。で、中高一貫校は超有利な日本のシステム。今の日本の教育システムの中では、中学受験を経て中高一貫校に入学した中高一貫校生の方が高校受験組に比べて中高6年間で学力を伸ばすには超有利という現実があります。なぜ超がつくほど有利なのでしょうか。理由1、効率バランスがいいカリキュラム設定。その理由が、まず学力を伸ばすのに中高一貫校のカリキュラムの方が効率がいいという点が挙げられます。プロの僕から見て、現在国が指定する中学課程はあまりに緩くて、優秀な子だと1年で終わってしまうような内容になっています。ああ、なるほどね。まあ確かに高校受験の時ね、まあ、勉強やってなかったからさ、一気に詰め込んだわけですけど、まあ社会も理科も数ヶ月で全部やったもんね。実際社会なんてほんと1ヶ月とかでやったと思いますよ。ゆとり教育は反省とともに終わっていますが、例えば数学の解の公式、理科の電気分解などが高校課程に残ったままです。発展学習として教科書に一応は載っていたりもしますが、中学でやればいいものを高校に入ってから結局詰め込みで勉強することになっている分野が多く、極めて6年間のバランスが悪いのです。その点、中高一貫校では全課程を高校2年までに済ませ、高校3年の1年間を丸々演習に当てていけます。事実、今多くの中高一貫校で高校募集をする学校が減っているのは、学校としても6年間のカリキュラムの方が効率がいいことに気づいているからです。まあそうですね、実際そうやってやってるし、高校募集はすごく減ってますし、で高校募集の人たちの補習とかもやったことありますからね。中学の人たちの方が進んじゃってるんで、ここに追いつかせるための補習授業ってやったことありますからね。春休みにやりましたよ。理由に、中学受験でしっかり培われる基礎学力の土台、また中学受験を経験する方が基礎学力の土台を作りやすいということがあります。例えば中学受験組は、比、割合、ことわざ、慣用句、漢字などをほぼ全員が小学6年生までに身につけます。しかし中学受験をしなかった組のうち8割はこれをしっかり身につけずに終わってしまいます。はい、そういう差がすごくあるよね。英語でもあります。理由3、高校受験の問題点。さらに高校受験にはシステム上の問題もあります。公立高校入試ではテスト結果だけではなく内申点が重視されます。これは部活や学校行事を頑張るなど学校生活が順調だった子にはありがたいシステムではあります。そうですね、内申点問題っていつもありますよね。でもこれまで述べてきた通り、思春期は心も体も落ち込みやすい時期。これまで述べてきたのは書いてなかったけど、はい。一時期欠席が続いた先生や友人とトラブルを起こしたなどが1回でもあるなら、その後高校入試に向けてリカバリーが極めてしにくいのです。あー、なるほどね。私はどうだったんでしょう。かなり緊張で頭痛がねひどくて、保健室よく行ってましたけど。加えて内申点は担任の先生の主観に左右されるところがあります。公平を期すためにノート課題提出をやたらと課している学校もあります。課題さえ出しておけば8割くらい取れるようにする配慮からです。しかし勉強とは本来自分で考えることが真髄。そのように考えれば提出さえしておけばいいという態度では自分で考え進んでいく力は備わりづらいのです。ね。まあ先生になってね、そのノートをチェックする側になったこともありますけどね、考えないでもう適当にやってるのもいっぱいあったよね。どうせチェックしないだろうって思われたのか、夏休みのあのもう大量に一人に対して何ページもあるやつね、すげえ大変だったな。それでもほら、正誤問題大得意ですから見抜けるんだよね。ブワーっと読んでって、まあこれ適当にやってんなみたいな、スペルぐちゃぐちゃだなとかやってましたけどね。あれ辛かったな。
もしこのような要素が影響して内申点が十分に取れなければ頑張って受けたい憧れの学校があっても受験すらできません。高校受験だけは学力のみで勝負できない。勉強だけに集中していては希望が持てない環境なのです。大学入試でも出やすいアドバンテージ。2021年度の共通テストの問題を分析して僕は戦慄しました。今までにそうなりつつありますが今すでにそうなりつつありますが中高一貫構成でないと東大をはじめ国公立大学の入試に太刀打ちできなくなっていくのがはっきり見えたからです。これは言われましたね。共通テストは中高一貫構成の方が圧倒的に有利だろうみたいなね。その考える力とか思考力とかっていうのは中高一貫生の方はやってるけど一般の人はやってないでしょこんなのみたいなね言われたよね。今の受験は式を書かせ文章を書かせ読ませ分析させるという流れになってきています。全教科国語だと言って良いくらいで2021年度共通テストはそれがますます顕著になっていました。問題をじっくり読み分析して相手の主張を捉え詰め込みで得た知識ではなく論述や式を書いて回答する東大や京大に行く子だけが鍛えてきた能力だったものがこれからは共通テストで全員に求められるようになっていくのです。まあまあ東大京大だけじゃないですけどね。ただまあ高校入試の問題とかを解いていてその難関のところはやっぱそういう力通ってるし中学校なんかもそうですね。英語はないんですけどまあ国語なんか見てもそうだよね。問題文などを絶対にちゃんと読まないと解けないテストですから問題文をパッと見て回答パターンを当てはめるという詰め込み式の勉強スタイルのままだと手も足も出なくなる。とりあえずパターンを覚えておけばという従来のやり方では通用しなくなってきているのです。これは真の学力を正しく鍛えるには良い傾向ではあります。しかしその分きっちり正しく学力を伸ばす必要があります。基礎学力を伸ばすためのカリキュラムとはどんなものであるべきか。この問題を考えるとますます中高一貫構成が有利です。中学受験で早い段階で基礎的な知識をしっかり身につけてその後6年間のカリキュラムに乗っかって効率的に学習しているからです。もし今あなたのお子さんが中高一貫校にすでに通っているならそのメリットを生かさない手はありません。基礎学力を伸ばしつつ空いた時間は部活や好きなことをしまくりいろいろな経験を積んでその中から自信も身につけていけます。すでに手にしているアドバンテージをよくよく自覚していただければと思います。おおすごい。でも最後にはこういうふうに中高一貫校でなくても大丈夫っていうのが載ってます。2021年度共通テストを見て僕は中高一貫校生の有利っぷりに戦慄したとは言いました。誤解しないでいただきたいのは中学受験をしなくてはダメだとか中高一貫校に行かなくてはダメだと言っているわけではありません。絶対にありません。むしろ茨の道を行く中高一貫校ではない組こそしっかり応援していきたいですし成功への道が一本であるはずもありません。ですから中高一貫校に行ってないとしても各ご家庭で試行して落ちりがちな悪いパターンを避けなるべくいい方向へ持ち込み足りない部分を補っていけば全く問題ないのです。ほう、できるかな。逆に言えばどんなに教育熱心な中高一貫校に住んだとしてもそこで親にも子にも試行がなければ全く意味をなさずに環境のアドバンテージはゴミ箱行きです。真の成功者はいいパターンも悪いパターンも知り試行して最後には世にある全てのパターンから外れて独自の道を行くものです。独自。人生をゲームに例えなら You play with the cards you are dealt。 配られたカードで勝負するしかないんだよ。それがどういう意味であれとは、これ漫画ピーナッツでスヌーピーの名言です。ほいほいほい。お子さん本人が自分に配られたカードを知り最後に勝負に勝てればいいのです。誤解を恐れずに言えば現在の日本社会において他人から注目されやすいのは最終学歴であるのは事実でそれが多少なりとも人生に影響を及ぼすのは今のところ否定できません、学歴ね。途中過程がどうであれお子さんが自分の望む人生を思い描いてそれにふさわしい最終学歴を手に入れられればそれはとても強いカード武器になります。おーかっこいいこと言ってる。あともう少しすると東京や東大や京大卒業の肩書きや最終学歴よりも実能力を示していかなければならない社会になる可能性に気づくでしょう。はいね、これはまあ何度も何度も言ってきていますよね。親御さんは自分のお子さんについて今見える風景や途中経過をあまり気にせず全体と未来というおおらかな視点からお子さんの能力を伸ばすように見守り導いてあげてください。ほう、果たして能力主義なるんですかね。わかんないですがどう思われますか。まあ中高一貫校の有利さは変わんないでしょうね。受験であったりなんだりいろいろなものを見て非常に思っております。皆さんどう思うかコメントいただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.